酒田で稽古をさせていただいております小鈴と申します。どうぞよろしくお願いいたします。酒田にはもともと北前船の往来によってすごくこう栄えていた時代、江戸時代とかですね、その辺で、料亭さんの文化がすごく盛んだったんですね。その料亭さんの中で育まれていたのがこういった芸舞妓さんたちの文化なんですけども、また京都と少し成り立ちは違っていて、だけどもその、下流会が時代とともになくなりかけましたということで、平成の2年に酒田舞妓って、昔酒田舞妓っていう呼び名で江戸時代から残ってきたわけではなくて、全国的に半人前しかない、芸者さんの半人前しかない人を半玉さんって言ったんですね。だけどもその半玉さんっていう役割の部分を、舞しか踊れないから舞妓さんなんですけども、その舞妓さんというネーミングで地元の企業の方たちがこの文化を残そうということで、若い子たちを集めて会社組織にしましょうと言って始まったのが酒田舞妓の始まりなんですね。たかだかまだ30年前なんですけども、この、下流会の文化が残ってきたのはもう江戸時代からずっと長い間こういった、時代があったわけなんですね。そして、この酒田舞妓になった時の私、募集の中の3期生なんですけど、もともと小さい時からここではなくて別のところで少し芸事をやっていたという関わり合いがありまして、誘われまして舞妓さんになりました。で、舞妓さんをさせていただいて、さっきも申し上げましたように、半玉だから舞妓さん、半人前しかないから舞妓さん、そして舞妓さんの時代にいっぱい勉強して芸ができるようになると一般の大人ということで芸妓さんになります。で、私は舞妓さんから芸妓さんに上がって、そのまま長いことを置いていただきまして、平成4年の時の舞妓ですから30年になりました、はい、舞妓さんになるって言ったら変なんですけど、舞妓さんとして、出てもらうまでには、一番最初にその酒田舞妓さんの成り立ち、経済界の方たちが作ってくれたのが一番最初って言いましたし、その後に、この相馬楼さんの方で舞妓さんたちは社会保障を受けながら会社員として、舞妓さんという仕事をする会社員として採用されているんですね。なので、見習い期間も給料が発生しているんです。なので何も知らない状態で来てもらっても3ヶ月間の仕込み期間を過ぎたらもうお客様の前には出てもらいますということで、だいたい3ヶ月間でできるできないの差はあるんですけど、みんなある程度人様に出して恥ずかしくない程度の形にして仕上げてお客様の前に出します。だけどもそこから延々と修行は続いていくので、その3年後5年後にどういう形で出来上がっているかっていうのは私の指導と本人の努力次第。このスタイルになるのはだいたい1時間半ぐらい、何もしていない状態からお化粧と着付けをしてだいたい1時間半ぐらい見ていればできるんですけど、その後お仕事とかいろいろありますから、一応皆さん8時間労働をめどに頑張っています。着付けをしてお化粧をしてお座敷に出る時間、その他に、お稽古をする時間とかもありますから、結構長い時間でこの仕事には携わっています。歌とか踊りはすごくこうちょっと日本の伝統的なものって、その一曲の仕切りが長かったり、すごくこういろいろ一曲っていう、こう縛る場所というか区切る場所が複雑なんですけど、舞妓さんたちとか私たちが踊らせていただいているものは長唄ですとかいろんなもののこう短くていいところ、お酒を飲んでて飽きない分の時間に短く編集されているっていうのがありまして、そんな短い曲も含めてだいたい30から50ぐらい踊れないと1年間通して演舞をさせていただくことができないんですね。だから、ジャンルはいろいろです。分かる方だと民謡だったり、それから小唄だったり、ハウタと呼ばれるもの
り、それから長唄の中の一節であったり、いろんなジャンルの中からその時々お姉さんたちが選んでお客様にご披露してきたものをつないでいます。舞妓さんが白くするっていうのは、これ昔光の足りなかった時代の話なんですよ。実は白塗りってものすごく荒が見えるんです。あのお嫁さんになった で白塗りも大変だし、かつらも大変なんですよ。よくお嫁さんとか作った時に、洋服だとすんごい可愛い方が日本髪のかつらをかぶった途端に、なんかちょっと年寄り臭くなったかなみたいなの、よくあると思うんですけど、でまして年を取った人が白くするってものすごくリスキーな話なんですよ。本当はやーっとした明かりとか、そのろうそくの光であったりとか、本当に柔らかい照明しかなかったんですね。そんな中にこう人がいても、ちょっとこのあれだと分かりやすいと思うんですけど、普通の肌色が黒く見えちゃう。本当にあの黄色人種の私たち日本人は、あの白人の白い方とも違いますから、その暗闘の柔らかいこう光の中にいると、大体のものが茶番で見えてしまう。そんな中で真っ白くすることはもう美しい象徴だったんですよね。真っ白くするっていうことで、そのなんていうんですか、舞妓さんたちとかお姉さんたちの美しさを際立たせるために、そういうメイクを、そしてあの目元が少し泣いて潤んだように赤くなっていたりとかってすると、やっぱりそこに女性の憂いを感じたり、真っ白い中にこう赤い口紅でおちょぼ口の小さな可愛らしいお口があると、本当にこう日本画に出てくる美人さんの奥ゆかしさというか、そういったような風に見えたメイクがこんな完成形なんだ、私ではないですけど、こんな完成形なんだと思うんですけど、一応パターンとしては、なので目元の赤、それから真っ赤なシンク のおちょぼ口の唇、それから、本当に絵に描いたようなスッとしたまっすぐ の眉毛とかっていうのは、あのお決まりの白塗りメイクの定番の基本コースなんですね。あ、それからもう一つとして言うと、お首とかがグッと落ちてるのも、やはりその首の長い、首の線がグーッと長く見えることで女性らしさを象徴するっていうことで、こんな風に背中のうなじの部分を出していたりっていう風になっています。まず多分成り立ちも違うんだと思うんですけど、私京都さんの方の、なんだろう、成り立ちがわからないので、多分深い歴史の中でそういったものがあって、で酒田の方はその北前船の船の文化の中から生まれた料亭の中から派生した舞妓さんということなんですけど、あの昔は大きいお姉さんたち、私が舞妓だった時に80代とか、そういう70代とかのお姉さんたちは、清掃の時はやっぱり裾を引いていたんですね。お着物の反物の丈がすごくかかるんですよ。あの反物の丈も長いですし、お値段の方もポンと跳ね上がられるので、あので動きもかなり制限されるんですけど、なのでお衣装としては、今この坂田舞妓さんにしてから、あの裾の長いタイプのものではなくて、要は普通の振袖と言われるサイズのものに変わりました。で昔はでもやっぱり正装、あの正月とか、それから立派な会、あの何かしらの会があるっていう時は、きちんと引き着と言われるあのお着物を着て、あの出ていらっしゃったということでした。ただ帯結びに関しては、だらりの帯じゃなくて、ここは昔からこういう蝶結び、あ、私してないんですけど、今舞妓さんたちが結んでいる蝶結びって、少しこうちっちゃい羽が出ていて、ポコンと背中がこう、なんだろう、ちょちょのこう真ん中のあれみたいになってるような、こうちょっと可愛らしい変わり結び、それは昔のお姉さんたちが結んでいた形で、まあ、結んでいます。はい、あとそうですね、言葉はのこの辺はガンス言葉で、ガンスのとか、来てくなんしのとか、ほなちょっととてくなんし、さぎさいてもらわいればのっていう、そののののっていう言葉と、あとガンでガンスのっていうガンス言葉、そんな言葉が、あの花町の言葉ですね。なのでどうか皆さん、相馬楼にぜひいらっしゃっていただきたいと思います。この相馬楼は来て
いただかないとわからない雰囲気、本当になんか不思議と異空間のような、すごくこう昔の時代にタイムスリップできるような空間にあふれた建物です。ここで私たちは皆様をお待ちしておりますので、ぜひいらっしゃってください。よろしくお願いします。私もちょっと好きでヒップホップとかかじらせてもらって、最近かじらせてもらったことがあって、そしたら一泊に4つも5つも6つも7つも振りが入ってて、こんなの絶対覚えられないって思ったんですね。